なんかこうすごくドイツを感じますね。ザクザクっていうくるみの大きい煮応えのある食材と、それにちょっとオレンジの香りが合わさってすごく美味しいです。モンストレンに関してはちょっと大人な感じのストレンでして、モンマッセの甘さであったり、オレンジの甘さであったりで、食感を生かすためのそういうくるみを入れたりですとか、あと若干そのお酒を結構吸わせますので、そういった意味ではかなりちょっと大人風な感じのかなり一品だと思います。シナモンとこれはクローブですねこれが止まったら次はオレンジを入れます。生地を作るっていう風な、そのグルテンを出すとかそういうものじゃなく、混ぜ合わせるっていうそういう発想ですね。でそうしたら今こんな感じです。なんかこうストレンだなっていう感じのがありますの でまず簡単に作り方を説明すると、アーモンドプードル、普通ボーンマッセだと入れないんですけども、これはどっちかというとちょっとマジパンをちょっとイメージしてやってます。でそこで一回青ケシの実を牛乳を軽くこうちょっと吸わしてあげるような感じでちょっと放置しておいてあげて、でそこに一応一個ねこういう風な状態なんですけども、合わせてから今日2日目です。2日目です。それは違いますけど、マクロとは違いますが、はい、うん、殺菌にならないのでコーティングにはならないので、ストレンっていうのは いただきます。いい匂いです。モンマセとこのくるみの食感がやっぱたまんないですね。でそれをこう追いかけてくるこのオレンジピューとラムの香りがいいですね。なかなかのマリアージュです。うまいです。美味しいですか？もうがこなさいじゃないですか。生地がいわゆるその普通のパンみたいにグルテンをこう出して作るっていうのとちょっと違ってまして、グルテンを落ち着かせるっていう方向の生地作りだったんで、そこのところも結構勉強だったらしく、良かったかな。